のりたまっぽくなってきたでしょ。嗅ぎ覚えのある香りがしてくると思いますよ、これ。はい、どうもー、限界のリュウジです。5本もの収録なのでね、限界が近づいてきました。今日はですね、終わりたい。今日はですね、締めにですね、ものすごい美味しいですね、ご飯、のりたま好きですよ、のりたま。ふりかけ美味しいですね、生のりたまっていうですね、なんやかんや作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。いいですか、生のりたまなんでね、今ねご飯温めてます。生ののりたまということで、この卵を使いますね。のりたまというぐらいだから海苔を使いますね。あと、かつお節、日本酒、やるぞ。ボウルを用意してください。ここにですね、卵ですね、はい。慣れないね、片手割りをしたんでね、殻が入ってますよ、これね、多分ね。で、溶いていきます。これだしね、大さじ1、はい、砂糖、小さじ1、いい感じで溶いていきます、ね、砂糖がね、完全に溶けるまで。はい、砂糖のご飯が温まりました。酔っ払いにはね、米を炊ける元気はないので、でこれ、火かけていきます。小さじ1半ぐらい、まあ、これぐらいかな。熱します。ごま油もね、料理酒なんですけどね、うまいんですよ、これ。清酒だからね。温まってきたら、これ入れていきます。はい、はいはいはい、こうやって、もう火はね、すごくね、弱めていいですからね、これね。今ね、かなり弱めて、あんまり強いとね、卵をかけちゃうんでね。のり玉っぽくなってきたでしょ。かつお節、大体大さじ1ぐらい、はい、でもうね、火止めちゃっていいです。嗅ぎ覚えのある香りがしてくると思うんですよ、これ。今日はお前で締めていくからな。砂糖のご飯はね、ドーンとね、混ぜていきますね。海苔を、思ってるね、2倍の海苔を、のり玉ですからね、そぼろ、これ乗せていくんです。黄色と黒のコントラスト、これがね、のり玉なんですよ。ネギちゃん、ね、生のりだらまの完成です。はい、それでは生のり玉できましたんで、食べていきたい。いただきます。のり玉を卵と海苔で作る。これね、このね、生ふりかけみたいな感じなんですけど、お前にうまいんです。いいですか、いただきます。お、うわ、うまい。めっちゃいいのり玉です。高級感のある、子供さん絶対好きです、これ。いける、これ。白だしでうまいと味を足されて、お砂糖で甘さもありますね。海苔と鰹節で香りと旨味が加わってですね、非常に美味しい。乾物と卵しか使ってないですから、これね、本当に美味しいです。何杯でもいける。これいいこと考えちゃった。白だしをね、大さじ1杯ね、ウォーターサーバーのお湯です。大さじ1に対して 85cc の薄めのだしを作りました。ここにこうです。はい、どうですか、これ何になるかっていうとね、海苔玉茶漬けですよ。わあ、うまっ。半分食べたらこれ絶対やっとこいよ。このだし茶漬けに卵の甘さと食感が加わって、ほんと美味しい。すべての居酒屋の締めメニューになってました。コストもかからないし、ああ満足した。そのままかけていただいて、ご飯と食べる、よし。白だしでだし汁を作って入れてお茶漬けにするもよし。超簡単ですからね、ぜひお試しください。はい、ではですね、今回の、料理、美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒にこのつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方は、うるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。